サンサンス作曲、組曲、動物の謝肉祭。皆さん、明けましておめでとう。僕はネズミのヨッキー。どこかの有名ネズミさんに似てるって？いやいや、僕はフランスのルブークさんの家に住んでるんだ。ルブークさんはチェロの名手なんだよ。毎日素敵な音楽を聴いているんだ。今日はお友達の作曲家サンサンス先生がいらっしゃって、動物の謝肉祭をするんだって。謝肉祭って知ってる？カーニバルのことだよ。キリスト教ではこの謝肉祭でお肉やお酒やケーキをいっぱい食べて大騒ぎをするんだって。楽しい日なんだよ。今日は特別に動物の謝肉祭だから、きっとたくさん動物もやってくるんだろうな。楽しみだな。あ、そろそろ始まるみたいだよ。やってきたよ。走り回ったら危ない危ない。大丈夫？
かな。地獄だけど、サンサンス先生は何を考えてるんだろう。動物じゃないよ。あれ？あれれ？この曲をバックに入ってきたのはカメさんだよ。おーい、カメさん！それでも踊っているつもりなの？それにしてものんびりしたワルツだったね。おや、千鳥足でこちらへ向かってくるのはゾウさんだ。ワインの飲みすぎじゃないのかな。大丈夫かな。Thank you.
かったのかな。カンガルーさんが悲しそうにぴょんぴょん飛び跳ねているよ。ところでここはどこかな。綺麗なお魚がたくさん泳いでいるよ。キラキラ光って素敵だな。そうか、これが水族館なんだね。水の中を自由に泳げるお魚っていいな。でも水槽の中だけってちょっとかわいそうかな。おーい、みんな、今度はどこへ行くの？おや、広場で泣いているのは耳の長いロバさんだよ。泣き声自慢をしているのかな。夢中になっていたら森の近くまで来ちゃったよ。
深い深い森だよ。静かだな。泣いているのはカッコウかな。小さな鳥から大きな鳥まで賑やかに飛び回っている。うわー、目が回りそうだ。ピアニストに何か言っているよ。君たちは下手くそだね。もっと練習が必要だな。先生、私たちだって昔はもっともっと上手だったんですよ。夜年並みには勝てませんよ。でも今日は先生が見ていらっしゃるから、もうちょっと頑張りましょう。では。
まあ少しは上手くなったかな。それにしてもこの国の民謡も古い。そして私の曲も古ぼけている。ああもはや化石だ、化石だ。けれど、白鳥さんには素敵な音楽を作曲したんだ。我がご主人様のシャルル・ルブーク様がよく弾いているよ。白鳥さんも素敵な踊りをしてくれるんだ。ライオンさんも、ニワトリご夫婦も、カメさんも、カンガルーさんも、みんな一緒に踊り出したよ。いよいよ、シャニク祭のパーティーも終わりみたいだね。僕もみんなと一緒に踊ろうっと。さあみんな、盛り上がっていこう。
Thank you.